さんなんです。剣道子なんです。剣道さんなんです。よろしくお願いします。すり足。すり足。お、お、お、あ、パーよくさ、打ち合わせ出しないでできる。いや、仲いいんだろう。どうなんでしょう、息があったんでしょうかね。ということで、今日もやっていきたいと。ということで、今回はですね、おちょっと、ですね、コダチ VS コダチで試合をしてみたらどうなるのかなと思いまして。あー、なるほどね。はい、はい、こちらです。はいはいはい。このコダチを使用してやりたいなと思うんですけど、はい、まあ、コダチというか、ね、日本武道館の道具売ってる広場で、はいはい、売ってるやつです。売ってるやつですね。はい、本当のザ・コダチですから、はい、僕らのすり足用のコダチですから。はい、コダチというかね、だからちょっとまあおもちゃの次第みたいな、はいはい、はいはい、ちゃんとでも竹で作られてますからね。これで試合をしたらどうなるかなと。まあまあまあ、それは技の、だってそれだってもだとしても面しか打てないわけじゃないですか。あの、ごめんなさい、はい、ごめんなさいね。何ですか。あの、これってリーチが圧倒的に短いじゃないですか。はい、他のしないところで、ちょっと手伸ばしてもらっていいですか。いや、普通に今ここポケットじゃないですか。この差なんですわ。はい、見えます。え、はいはいはい、じゃなくてこのリーチの差が歴然なんですわ。だから僕は絶対に負けません。リーチで負けません、はい、技の多さで負けます。あなたはリーチで来ると、はい、分かりました。技で勝負します。これは楽しみじゃないんだよ、はい、これは。はい、ええ、視聴者の方。違う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 、なんかまだあんのかなと思ったんですけど、あ、そこで終わりなんだ。基本的に何もなくて1年間やってます。わかりました。まあ、わかりました。絶対に負けませんので。わかりました。お願いします。それでは試合始め。おう、よし、始め。4目。左手に打った固定、あれ1本だったんで、次で勝負でいいでしょう。よっしゃ、勝負。頑張れ。お願いします。いや、ちょっとね、いや、肘最初どうなるかと思いましたけどね。あれ、どうだったの。
あのですね、うん、多分全体重を含めて、はい、なんか短すぎるからなのか、はいはい、肘への負担が半端じゃなかったんですよ、空振りした時に、はいはいはい、それです言ったと思ってただね、やっぱね、僕ちょっとショックなのが、はいはい、教え子じゃないですか、僕らの関係性、はい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 、教え子が肘抱えていてーってやってるところに当たり前に、ね、バコーンって言ってきて一人だけ回数戻ってるみたいな剣道とそういうもんだから痛みに出したのもんだから、はい、ぜひこのね短いね、このねキングオブコダチで、はい、ぜひ稽古をしていただきたいと思います。はい、キングオブコダチなんですか？わかんないですコダチのキングオブ、あ、一番短いコダチ、そういうこと、俺すげえ疲れた。どうもありがとうございました。ありがとうございました。